ょっと怖いなっていう気がしましたね。っていうのは、あの過去に出したものがとても人気があったので、でその過去の作品で私が演じた紀子に対してたくさんのファンの方が支持をしてくださったっていうことがあって、これをまた入れ直すっていうことで全く同じにはきっとできないでしょうし、してはいけないような気もするし、それで少し戸惑いました。最初はすっごい嬉しかったですね。やっぱりあのどの作品も自分であのやったものは好きだけど、こうあるじゃないですか、やっぱりターニングポイントっていうか、これとこれとって、そのもちろんうちのもう大ヒットなので私の中でも、あといろんな方がトップ見ましたっていうのをずっと言ってくださってた作品なので、もう一回やれるんだっていうのがねすごい嬉しかったですね。正直にもうともかく努力と根性で突っ走った作品でしたので、もう一度あのテンションが再現できるんだろうかとか、あとはもうやっぱどんなにやっても全く同じにはならないですから、もうあのセリフを全部暗記しているようなファンの方のお話も伺ったので、こうそういう方たちが見てどんな気持ちになるんだろうっていうのはちょっと心配にはなったんですけど、やっぱりあのトップを狙いっていうこの作品はすごく演じがいのある本なんですね。だんだんこう進めていくうちに、また新たにこの演じる喜びみたいな方に自分の気持ちがだんだん浸ってしまって、このトップの世界の中で自分が自由にすごく楽しんで演技をさせてもらったっていう気持ちの方がだんだん強くなっちゃいました。超えようと思ってないんですね。だから逆に年月経って、そしてあの逆に分かるようになったことっていうのがたくさんあるので、気持ちの面でね、でそういうとこ分かった上でもう一回新たに演じてみたらどんなかなっていう感じで楽しみましたけど、変わったところがあるとしたらちょっと余裕が出ましたね。ただあのいっぱいいっぱいだからこそ、あの見てる方に共感していただけた部分もあったかもしれないので、変わったといえばそこですよね。ちょっとそれは不安は不安なんですけど、余裕が必ずしもいいとは限りませんからね。あの、まあ、最初は単純に声のトーンがどうだとか、技の叫びとかがどうだとかっていうところがすごく気になったりとかしてたんですけれども、あのだんだんやっていくうちに、きっと何年も何年も舞台を再演されている方っていうのはこういう喜びを味わうんだろうなっていうところをあのすごく感じました。でこれはまたあの見てくださる方がどう思うかっていう部分は今はとりあえず外しておいて、自分がその演じる部分でどれだけ楽しかったかっていうところなんですけど、やっぱりもう切なくなったり悲しくなったり怒りを持ったりっていう部分の、その自分の気持ちがこう動いていくっていうことが、やっぱりその気持ちがこう動いていく、それをこうセリフとして表せるっていうのがもう私にとっては最大の喜びなので、もう本当に途中からはもう嬉しくて嬉しくてという感じでした。宇宙から帰ってきた私たちを待っていたのは沖女の卒業式だった。ああ、早すぎる卒業式。私はこの校舎には4ヶ月分の思い出しかない。でも地球ではすでに10年が過ぎていた。あの柏原さんも今はこの学校の先生になっている。クラスメートはもう誰もいない。キミコもいない。宇宙は思い出さえ吸い取ってしまうのね。同じく3年1組高谷紀子。はい。今回あこんなとこにこんな素敵なセリフがあったって急に思うのが多々あったり、当時はそんなに切ないと思わなかったシーンがものすごい切なかったりして、今回あのキミコの役を淵崎さんが、あの大人になったキミコもあの淵崎さんがね、ゆり子ちゃんがやって、でその本人の声が大人の声になって、そしてあんなにおちゃらけたお嬢ちゃんだった子が
娘のためにコネでなんとかならないかしらって言ってるシーンが前何とも思わなかったんですけど、すごい切なくて、のりこのこの悲しさっていうか寂しさっていうか、本当に片っぽが大人になってる。でその大人の、彼女が言ってる子供を守るためだったらどんな卑怯な手でも使うのって言ってる、それも逆に自分が親なものだから分かっちゃうんで、そんなこと分からなかった。それがやるだろうな私でもって思ってしまうとか、本編とそんな関係ないシーンだったりしても急にうんって切なくなったりとか、やっぱり18年の間の経験がセリフに深みを増してるなって感じるところはありましたね、はい、特にあのキミコが前回の時は大人になったキミコは勝木さんがやってらしたんですけど、今回本人がやられてたので、時間の隔絶感っていうのがひとしおに感じられて、ちょっとアフレコの最中胸がキュンとしました。噂だと軍人を優先させるから民間人であれに乗れるのは4000人に1人ですって。そんな、私を軽蔑してもいいわ。のりこ、あなたのコネで高見の席どうにかならない？あの子には未来が欲しいの。キミコ、やっぱ自分より年齢が上の人の役をやるっていうことをしたことがなく、そういうところか同年代がやっとぐらいなのが多かったので、やっぱり確かね、現場でトライしてみたけどやっぱり無理があるねって言って勝木さんにやっていただいたような記憶があるんですよね。それで、あ、もうその時はよろしくお願いしますって思ってたんですけど、まあ、今回は1本目を撮った時に佐久間玲さんとか日高直子さんが、あ、今回はふっちゃんができるんだねって言って、あ、そういえばそうですねって話をしていたので、まあ、とても感慨深かったですよ。前回の時はそのキミコの子供の高見ちゃんをやらせてもらってたので、そうだな、どっちが強いっていうとまた比べるのも難しいんですけれど、確かにそうですね、若い頃とその母親になったキミコと、さらにこれからなんですけど、もうちょっとあと15年後のキミコもトライするんで、もしかしたらちょっと無理って言われるかもしれないんですけれども、そうなるとね、もう女性の一生みたいなソリチックなことができるので、ちょっと思い入れがさらに強くなりますね。そうだ、高見さんから預かり物があるのよ。え、キミコからだわ。のりこ、お元気？あなたとの高校時代、今でも懐かしく思い出します。あの頃はまだ3つだった娘の高見も今度18になります。私が生きている間に会えるのは無理かもしれないけど、せめてあの子が生きているうちにはお帰りください。待っています。どうかお体だけは大切に。ではお元気で。高谷のりこ様へ、あなたの親友赤井きみこより、追伸、娘の写真を同封します。のりこおばちゃん、早く帰ってきてね。のりこおばちゃん、早く帰ってきてね。のりこおばちゃん、早く帰ってきてね。キミコ、のりこおばちゃん、早く帰ってきてね。なんだろう、大人になったキミコはそれこそワープした感じで、ちょっと昔のキミコと大人のキミコと、なんか一区切りっていう感じがちょっとしてたんですね。だけど今回それを本人のふっちゃんが演じたことによって、すごくつながりが見えたんですよね。あとはその自分の知らない間に何が起こったんだろうっていうことについての、そういうこうのりこの戸惑いみたいなものが本当にやっぱり分かってきて、それは淵崎ゆり子ちゃん自身もお母さんになったっていうところもあるんでしょうけど、やっぱりその高見ちゃんのお母さんっていうところがひしひし伝わってくるんですよね。
で私自身も母親になってっていうことで、あの子を持つ親の気持ちがすごくわかるし、すごくなんだろう、人が結婚して人が子供を産んでっていう同級生が母になっていくっていうことが18年前演じた時点では本当に空想というか想像の世界でしかなかったものが超現実になって目の前に現れたっていう、そういう体験ができたっていうことがすごく貴重だなと思って嬉しかったです。コーチ、コーチ、しっかりしてください。コーチ、タカヤ、今人類は始まって以来の最大の危機に直面している。そんなことより黙って聞け。敵の集団がそこまで来ている。これまでになく大規模な攻撃だ。人類が生き延びるチャンスは万に一つしかない。お前たちのガンバスターだ、コーチ。タカヤ、勝て。地球を救い仲間を助けるためにガンバスターは勝たねばならん。特にね、これはこのトップを狙いはね、本当にスピーディーなんですよね。でセリフも詰まってるし、息つく暇がないというかね、そういうセリフのスピードがあるから、まあそれをについていけるのかなというのは一つと、それだけの年を年月が経ってますからね、その点で底はかとなくね、年齢がね、出るのかなと。それじゃあちょっと困るなというようなことで、ディレクターの中野さんにね、最初テスト終わってね、聞いたんですよ。どうでしたかって言ったら大丈夫ですよ、その一言でね、みんなも安心して吹っ切れたっていうかね、よしやろうという感じになりましたね。1回目の時は何分も未熟だから、もうセリフをこう喋っていくのが精一杯というところがあるんですね。だからこう静かに行くところとかね、そういうものがねやっぱり足りなかった。静筆さというかね、静筆さの中にもそのこうなんていうのかな、秘めたこうなんこの秘めたハイテンションというかね、マグマのようなものが吹き出しっぱなしでさ、下からこうドロドロっといくようなものがね、なかったんでね、今回はそれがだいぶ出たんじゃないかなとは思いますけどね。想像がつかないな。若本さんは余裕しゃくしゃくって感じに見えましたけどね。パワーアップされてますね。前も私若本さんと共演させていただいたのがトップを狙いが初めてだったんです。でそれでコーチ1話でもう私をね、そのお姉様のパートナーっていうのはやめてくださいっていう涙ながらに訴えるシーンがあるんですよね。で一生懸命訴えて一生懸命訴えて一生懸命訴えて、だけどそれを甘いぞだかやみたいな感じで上から私がここまで言っている、そうすると若本さんは絶対その上から来てうわーってこういう感じなんですよ。だからコーチの愛は熱いっていう印象がすごかったんですけど、ヒロインがここまで聞いたらよしここまで行こうとね、あるいは天野のね、一つの恋人関係ですから、そういう中で、こういうふうに思ってるなら自分もこういうふうに、行こうっていうね、そういう相関関係というのは絶対ありますよ。またなきゃおかしいしね、それが希薄になるとつまらんものになっていくと思うんだけどね。いいか、高谷。お前と天野は一人一人では単なる火だが、二人合わせれば炎となる。炎となってガンバスターは無敵だ。コーチ、俺の選んだお前たちだ。必ず勝てる。はい。
こっち。どこよ。トカヤ提督を死んでも守り抜くつもりだった。しかし現実はその反対だ。お前にはすまないと思っている。そんなコーチ嫌だ。そんな俺が今まで生きてきたのは、提督から託された未来をお前たちへガンバスターと一緒に手渡すためだ。それももうすぐ終わる。私たちぐらいの年齢層というか、キャリアの人がそんなにたくさん入ってやる仕事ってそうそうないんですね。ちょうど同じにぶつけ合える状態の人がそれだけ大勢一堂に会することってね、まずないんですね。寂しいねって言ってて、そういう意味で気持ちよかったですね。バーンとぶつければバーンと返してくるし、こう来たところこうかわしたらまたこうかわされて、その面白さっていうか安心してぶつけられる感じかな、それはやっぱり同じくらいのこうものの理解の仕方であったり、声量が同じぐらいに出せたりとか、芝居のその やり方っていうかね、そういう部分も多少お互いに安心してぶつけても平気な力でやり合うって面白いでしょ。だからちっちゃい子と何かをする面白さもある。で、先輩と何かをする面白さもある。でも同じぐらいの人とやる面白さっていうのもありますから、そういう意味でなんかすごい楽しかった。同期ぐらいの同じ経歴ぐらいの方たちと一緒にできる喜びと、それを見守ってくださるベテランの方たちがいらっしゃるっていう、このポジションっていうのがとても気持ちがいいんですよね。若い人もいて、自分たちがいて、上もいるっていう、このすごくこうなんか層の厚い感じ、これで一つの作品を作るっていうこの喜びっていうか、でやっぱりみんなが本気で来ると当たり前なんですけど、みんながこう来るから自分もこう返す、そして先輩たちが見ているから、やっぱり頑張ろうっていう気持ちにもまたなってくるっていうか、これがすごく気持ちのいい仕事場なんですよね。お姉さん、あれを使うわ。え、よくってと思わないでよ。私のそのマンツーマンの時に関しては、とにかく一生懸命なんだなっていうのがすごく伝わってきたんです、アミさんの、やっぱりその私に一言一言自分で最初にセリフを喋ってそれを伝えるというやり方が、多分言葉でうまく説明ができなかったからやってみせてくれたんだと思うんですけども、ロボットの動きとを自分で演じながらセリフを叫んでくれたんですよね。で、とにかくトップの叫びは長いんですね。で、今日改めて撮ってみて、過去のそのセリフの長さをチェックしながら行ったんですけども、予想以上に長いんです。例えば、バスターこれだーって言った時にウォーって言うんですけど、そのウォーの長さが半端じゃないんですよね。ここまでかなって思うと、その3秒ぐらい先を行く感じなんですね。でもそれは絶対にアノさんがやってみせたことであり、あとはそのできる限り長くくださいっていうことが指示だったと思うんですよね。で、それがその話の中でそのうおおおおおおおのそのおおおの意味が分かりますかと、だんだんこう叫んで終わりがこう尻すぼみになるのではなく、終わりに行くほど盛り上がっていくっていう。で、そのオペレーターのどれだけエネルギーを使ったか、どれだけ叫んだか、それが技の破壊力につながりますからって説明されると、これは大変だということですよね。思ってもみなかったわ。愛を止めないで思い切り続けるの。さすがね。でもコーチの作ったガンバスター甘く見ないでほしいわ。ダブルバスター。
画でも監督がフラフラになるまで叫んでるっていう、でやってみせますよね。やっぱり意地でも超えてやるっていう気持ちになりますよね。だからやっぱり庵野さんの出したもの以上にやらなきゃっていう気持ちがすごくありましたね。なんかその時に負けるもんかっていう気持ちになってた自分がすごくおかしいんですよ。別に庵野さんは敵じゃないのに、あの私がいいセリフを喋れるようにお手本を見せてくれるだけなのに、なんかすごくフラフラになりながらもやって、ちょっと気持ちよさそうで、ちょっと酔ってる感じで、ちょっと俺のセリフいいでしょうみたいな感じが見えると、なんかちょっと待ってよっていう、私はあなたを超えてやるわで、なんか私の中にもこう熱いものが込み上げてきて、どうみたいな、やった後にどうで、それがその後の日高のり子の、技の叫びの歴史をですね、基本となったというか、もう大体どこの現場に行っても技の名前を見ただけでどこに力点を置くかが分かるんです私大体。で大抵それでやると OK で、こう変えてくださいっていうダメ出しは出ないです。間違いないなって、ここは伸ばした方がいい、ここはまとめた方がいいっていう、ここはシャープにとか分かるんですね。これはトップを、狙えで実践したことで私が得た最高の宝ですね。表面温度1600度、外圧15600TPM、 大丈夫、まだ持つわ。私も行くわ。ユング、ダメよ、帰って。シズラーブラックでは木星の圧力に耐えられないわ。構わないわユング。間違えないでユング、私たちは死にに行くのではないのよ。自殺じゃないわ。でもこんなところにいたら何十年何百年か、いつ帰れるかわからないのよ。もう同じ時は過ごせないのよ。知ってるわ。だったら。でもみんなは同じ時を過ごせるわ。高見ちゃんにはそんな思いをさせたくないの。これで最後にしたいのよユング。生きていれば明日が来るわ。あと文句なしに、さ、昔はギャグで言ってたんです。努力と根性とか汗とか涙とかね、シャレで、この作品の何かの取材の時とかイベントであるとか、そういう時にそういう言葉をこう、それが売りよみたいに出してたんですけど、本当に嘘偽りなく、結構そういうのって今更って思うかもしれないけど、いや逆、今だからこそ大事かもしれないし、意外と気持ちいいものです。一生懸命とか、誰かのためには強くなれるっていう、なんかそのコンセプトが中に、ね、随所にあるんです。自分だけだと弱いのに、乗り越える時って大体みんなその、ね、キミコの子供のためにとか、あなたのためにとか、みんなの未来のためにとか、面白いんですけど、こう何かを守るためなら人がすごく強くなるっていうシーンがあっちこっちに出てくるんですね。でそれも前気づかなかったんです。私は今回やって面白い、誰かが何か乗り越える時って自分のためじゃなくて何かのためにこう強くなろうってしていったりとかするっていうのがね、なんて素敵なのかしらって恥ずかしげもなく言えるようになってしまったというかね。多分私たちが18年ぶりにこの作品に触れて、胸の中にグッとくるポイントが過去の自分とちょっと違ってたりとかする部分、それは多分見てる方たちにも伝わると思うんですね。そういったところをまた楽しんでもらえたら嬉しいですね。